はい、こんばんは。本日は2012年11月の25日、日曜日です。はい。3分で役立つ豆知恵 TV、ゆうごドット TV、今日もやってるぜ。はい。今日のテーマは、最近、雨が多いですね。そんな雨の日、靴が濡れちゃいます。その濡れた靴を簡単に乾かす方法、それはですね、ドライヤー。濡れた靴、ドライヤーを、冷風を表から中から当ててあげます。温風だと素材によっては刺激が強くてダメになってしまいますので、冷風を冷たい風で中と外まんべんなく乾かして、あとは新聞紙を丸めて中に突っ込んでおく。そうすれば靴は早めに乾きます。はい、以上です。1分ちょいで終わりました。上出来てなことで、明日から月曜日、仕事の人も頑張りましょう。ありがとうございます。